真っ暗な赤。お母さん。レイちゃんのこと、を守ってくれてたんだねレイちゃん。大丈夫。<laughs> 大丈夫じゃないでしょ。でも、今はバレツェがいてくれるから。レイちゃん。ま、まだちょっとだけ怖いけど。<laughs> うん。霊ちゃんが怖くなくなるよ。頑張るよ。 ずっとそばにいれば、いつか怖くなくなるでしょう。ありがとう、バルツェ。先に進まなきゃね。ほんと強いね、レイちゃんは。バルツェと合流しました。暗どこに行きゃいいんだ <laughs> 真っ暗なかああちょっとだけ原形残ってる ちょっと家の原型が残ってるんだ。本当に。本当に少しだけだけど。何この赤い本この世に存在し,していると言われる悪魔。しかし、その姿を見た者はまだ誰もいない。彼らは、強い望みを持つ人間の前に現れると言い伝えられている。そして、人間の欲望を満たす代わりに対価を要求してくるのだ。 対価は悪魔自身が決める。悪魔が決めた対価は決して変えることはできない。忘れてはいけないのは、悪魔が欲するのは対価だけではないということである。彼らは最後に人間に契約を求めてくる。その契約は絶対であり、悪魔でさえ破ることはできない。果たして、欲望に溺れた人間に悪魔が突きつける契約とはどこから見た本だなぁ。 あここはまだ食べられないのあの子。やっと嫌なやつが剥がれたと思ったら、また別のやつ何あいつこっち側のやつわかんない。間買い物まがいものま、なんでもいいや。邪魔だな。邪魔だな。うるさいな。れ、えー、ちゃんねえねえ。 そんなやつとじゃなくて、僕たちと遊ぼうよ。そうしたらもう寒くないし、怖くもないよ。答えちゃダメなんだよね。れいちゃんあ、ご、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃって。もしかして聞こえてるよくわかんないけど、ずっと誰かが私のこと呼んでるの。ほら、こっちにおいでよ。楽しいよ。楽しいよ。そうか。 れいちゃん悪魔と契約してるんだっけあ、いなくなった。ごめん、気づかなくって。えずっと聞こえてたんでしょうこの薄気見やがるやから。うん。とりあえず、俺のそばにいれば大丈夫だから。ほんとうん。ちゃんと守るから安心して。ありがとう。 この先はまだ暗いのかなうーん、どうだろう怖い怖いけど、そんなこと言ってる場合じゃないよね。早く先に進まなきゃ。ごめんなさい。でもそんなに怖くないから大丈夫だよ。れいちゃん寒くないえ実は俺、ちょっと寒がりなんだよね。だから、 レイチャーさんよければ俺と手を繋いでほしいんだけど。ダメうん、うん、ダメじゃない。ありがとう。そっか、バルツェって寒がりなんだ。あ、んご,ごめん、バルツェ。私の手あったかくない。むしろ冷たいかも。なんだ、そんなこと。でも、バルツェ。あ、あったかいよ。レイチゃんの手は。そう。 なのそうなの。いつも、俺を作ってくれる手だよ。マルテの手もあったかいね。それはよかった。ここはずっと寒くて、暗くて。よくわかんないけど、寂しくて。でも不思議だね。こうしてると、すごく安心する。そっか。 じゃあ、ここをテッカーもずっと繋いでおっか。うん。見たことのある景色だね。でもこうしてみるとここ全部。記憶は少しずつ戻っていってんのか見たことのある景色だ。全部。ここれいちゃんここ 覚えてる。私どっかに行こうとして。これもらっちゃおう。えあ私の手袋。髪飾りもなくなっちゃった。返してあいつ返してほしいそれならこっちにおいで。とても大切なものなの。お願い返して危ないから跳ねるんだってでも あどうしよう二つとも取られちゃったあんなものをどうでもいいからでもあれは、バルツェと芝にもらった大切なあ、れれイちゃんもしかして記憶はえっと、ごめんなさい。よくわかんないんだけど、気づいたらそう言っちゃって。まあ、そうだよね。あの手袋バルツェがくれたの どうしてそう思うなんとなくごめんなさい、違ったうん、うん、正解から捉えちゃって、本当にごめんなさい。いいって、その大したもんじゃないし。あ、私、右手に傷あったんだ。その傷、本当に痛くないのえうん、痛くないみたい。そっか。 嫌じゃない女の子のにそんな傷があって。うん、うん、全然嫌じゃないよ。なんでそ、そう聞かれるとよくわからないんだけど、なんか、この傷見てると嬉しくなるの。今は覚えてないんだけど、きっと大切な傷なんだと思う。でも変だよね。こんな傷見て嬉しくなるなんて。そんなことないマルツ ありがとう、れいちゃん。んでもやっぱり、ここを出たら新しい手袋買おうか。うん。暗っ相変わらず暗いな。怖いバーツが手を繋いでくれてるから大丈夫だよ。それは何よりです。ねえ、そろそろ限界だよ。もう食べちゃおうよ。隣の男は邪魔だけど、 殺しちゃえば問題ないよね。どうせ悪魔になり下がりでしょまがいものまがいもの。帰りやしないよ。こっからは出られないのだから。大丈夫。こっちから答えなかったらあいつらは何もできないよ。うん、うん。でも早くこっから出ないと。もうバルゼにはこれ以上強い思いなんてしてほしくない。んこれ以上って。 私なんでそういうことを思うんだろう。いちゃんバルッツェ。何どうかしたそうだ。私は。ピアノ。えピアノの音がする。ピアノ れいちゃんにだけ聞こえてんのかあ道がどうしてどうして帰れるはずがないのに。そんなはず。ばルちゃん、こっちだよえ、ちょ、れいちゃん足元見えないのか走っちゃダメだって大丈夫。もう大丈夫だよ。れいちゃん。ほら、ばるツェ行こう。 おお現実と理想を入れ替えますかはいしかないね、もう <laughs> <noise> ここは、よかった。えあなたは、あ、悪魔、イディア心配しないで。 今はまだ混乱してると思うけど、体に戻ればすべての記憶は戻るわ。記憶本当に大したものだわ。こう言っちゃあ、なんだけど、あなたが戻ってくるかどうかは限らったの。さあ、戻りなさい。ちゃんと帰れるようにしておいたから。どうして、えどうして体を返してくれるのあれ私何言ってるんだろう 契約したでしょえ必ず、あなたの周りの人が幸せになれるようにする。それは、私があなたの体に入ってレイを演じても、誰も幸せにならないみたい。契約は絶対。なのにこのままじゃ契約は成立しない。だからその体、返すわ。 あなたの願いは、叶ったのあなたの。イデアの会いたい人には会えたのもう、いいのよ。でも礼、よく聞きなさい。え北の館を浄化すれば、私もそのまま浄化される。そうすれば、私との契約は自然と切れるわ。でもそれまではどうなるかわからない。 タイカは、契約によってあなたに返してしまった。当然だけどこんなことは私もしたことがない。だからあなたの身に何が起こるかわからないわ。う、ん、うん。体に戻ったら、すぐにリーリンを殺しなさい。えそうすれば、汚い方は浄化される。リーリンを殺すあの子はもう自分で死ぬことも、 北の館に取り込まれることさえもできなくなってしまった。北の館も浄化せればリーリンも浄化されるんじゃないの言ったでしょそもそも北の館を浄化するにはリーリンを殺さないといけないのよ。あの子自身が浄化できれば話は別だけど、もう、あの子の願いが叶うことはないから。もう殺すしか、あの子を救う方法がない。そんな、 そんなのって。わかってねこれはあなたのためよ。さあ、もう戻りなさい。もう会うことはないわ。イデア。戻ったら、ジュルティーと話しなさい。彼はすべての事情を知ってるから。待って、イデア。うんイデアよ。あ あれ私。バルツェ。お帰り、レイちゃん。待ちくたびれちゃった。バルツェ。今まではせっついごめんなさい。レイちゃん、記憶が。よかった。君が戻ってきてくれて本当によかった。あのー。 んいや、そんなに慌てて払えんでも。どうせならキスまですればよかったのじゃ。ピース。そういうのはね、やっぱ二人きりの時の方がいいよね。バルテ。なんじゃ人を邪魔を扱いしようってからに。邪魔のお時間があるんだ。あどうしたの手袋と髪重ねないまま。まだそんなこと気にしてたの 変じゃなさっきもでつけておったのに。そんなもの、いくらでもあげるよ。でもせっかくだし、今度は一緒に買いに行こう。うん。デートか。そうです。なんちゃって。え、な、ちょ、なにその反応。え、な、な、なにいや、そ、そ、その反応は反則でしょう。バルツェ姉ちゃんシバよかった。目が覚めたんだね。 体どうどっか痛いとかうん。もう大丈夫みたい。そう。本当によかった。あのね、ば。何髪飾りなくしちゃったみたいなの。髪飾りごめんなさい。そんなの気にすることないのに。イちゃんが無事なら、そんなものどうだっていいんだよ。ありがとう、しば一人ジューティーさんは まだ周辺を見て回ってる。もうすぐ来ると思うよ。ジルティさん。イデアが、ジルティさんは全部知ってるって。レイちゃん。ん何いろいろ説明してくれないかなあ。うーん、そうだね。へへへ。そんな可愛く笑ってもダメです。無事だったからいいものを。うーん。 ジューティーさんが戻ってきてからでもいいかなよかったね無事に目が覚めてご迷惑おかけしましたそのいろいろれいちゃん俺に話したいことがあるんじゃないえはいちょっと二人には席を外してもらおうかなーえっは レイちゃんもその方がいいんじゃないしばばれつえ。お願い。わかった。うん、少しだけだから。二人ともありがとう。さながら猛獣使いだな。えいや、なんでも我はどうするのじゃ我はレイのそばにいてもいいのかお前も来るんだよ。ええー、さて。 聞きたいことがありすぎて何から話していいかわからない。えてっか押してる。念のために聞くけど記憶はもう戻ってるのかそれは大丈夫みたいです。イデアが私の体にいた時のことも覚えてます。そうか。にしても本当に無茶なことしたね。どうしてよ。守りたかったんです。シバもバレツも。 ジルティさんも。時間を戻す前の俺は死んだんだっけ私のせいです。それは違う。でも、私はリリーを暴走させちゃったから。金を知ってるはずだ。俺はもともと死ぬつもりでここに来たんだよ。確かジルティさんはそんなこと言ってた。だから、 リーディンが暴走してなくても、俺は死を選んでた。俺が死にたい理由は、イデアに話したつもりだけど、シバが私のお父さんを殺したから息子にそんなことさせといて、今更俺が父親連れなんてできるかって思ってね。シバは立派な医者になったし、もう俺がいなくても大丈夫かなーって思ったんだけど、そんなことを 大丈夫、もう死ぬなんて思ってないよ。えイディアに結構傷つくこと言われたからね。しかもレイちゃんの顔で。<laughs> まあ、もう少し息子の成長を見守ってもいいかなって思って。ジュエティさん。バとバルツェは、私がイディアと契約したこと。うん、バレちゃった。 シバはともかく、バーチャ君は何か感じんのかね俺も一発で見抜かれちゃった。もともと悪魔だったからなのかな。で、どうやって説明するのえあの二人、なんでレイちゃんが悪魔と契約なんてしたのか絶対問いだら,らしてくると思うんだけど。馬鹿正直に、二人を助けるために時間をもきましたなんて言ったら、多分レイちゃんめっちゃ怒られるよ 怒られてますかねあ、のね。はぁ、あ。レイちゃんが眠ってる間のあの二人の姿見せてやりたいよ。それじゃあごまかしましょう。え。時間を戻したのは、私とジューティーさんの秘密にしてください。とにかく、北野の親方を出てから話すということにして、 今は全部はがらかしちゃいましょう。もうふっ。<laughs> ジルティーさんそれ、いいねそれじゃあ、俺とレイちゃんの秘密ってことで。はい。それなら、等価交換ってわけじゃないけど、レイちゃんにも秘密にしてほしいことがある。ジルティさんが死のとしてってことですかまあ、それもあるんだけど、俺が契約してる悪魔、サーシャのことだ。 そうだ。ジルテーの奥さんのサーサャちゃん。それでつまり芝のお母さん。一応人間には見えないようにしてるだろうから、芝にあいつの姿は見えない。でも、今の姉ちゃんにははっきり見えてるんでしょはい。芝がこのことを知るとまた混乱するだろうから。頼むよ。わかりました。助かる。 おい、まだなのかーあ、ピース来た。<laughs> こっち男二人がイラついておるぞ。こらえ性のない。ありがとう、ピース。もう大丈夫だよ。すねんなよ、みっともない。<laughs> みっともないのじゃ。いいじゃん。北のでか、館出たら話すって言ってんだから。そうじゃ、そうじゃ。お前は黙ってろ。 あとでちゃんと話すから、ね。今は急いでリリーを何とかしないと。はぁ、あ、もう分かったよ。まあ今、レイちゃんが何ともないなら。二人ともありがとう。その代わり、ここを出たらちゃんと話してよ。たく。なんでどこもウナトモホネトしない奴がレイちゃんと契約するわけで、これからどうすんのリーリーのところに行こうと思います。 そいつがりえちゃんと契約したがってる悪魔だっけうん。ま、もうほとんど力は残ってないよ。リリんを浄化させることができれば、北の館も浄化させられるみたいなの。そうなのか。まあそうじゃろうな。あいつや今や館のほとんどの悪魔を取り込んでおる。そいつを倒せばおとらく。へえ、思ってたより簡単に浄化できんのね。そのりりンってやつももう何もできないんだろう 案外すぐ済みそうだね。リーリー。あジルティおお、どうだった扉に魔力をかけて開かないようにしてる。こじ開けることもできるけど、とりあえずジルティの意見を聞こうと思って。リーリー。うーん。レイちゃんには、父さんが契約してる悪魔って見えているの え、えー、っと、姿は見えないけど声は聞こえるよ。ふーん。リーリーンはこの先の部屋に閉じこもってるらしい。ま、虫の幹みたいなもんだし、どう問いもなるだろう。では、準備ができたら出発するのじゃ。